旧神は、クトゥルフ神話と呼ばれる一連の創作群において、主にザイルダーゴッズと表記される神々の日本、五分け。神によっては、旧支配者たちとあまり変わらない行動をとる。オーガスト・ダーレスによれば、クトゥルフたちを封印したりこの時空から追い出したのは、彼らであり、彼らの中で唯一名前が分かっているのは、ノーデンスだけだという。ブライアン・ラムレイによれば、 旧神の中で力におごり堕落した者たちがおり、同胞の旧神たちによって追放されたのが旧支配者たちであった。邪神の王はルルイエの主神クトゥルフであり、旧神の王はエリシアの主神クタニドである。ゲイリー・メイアーズの設定では、カダスの王位なる者が旧神とされており、戦術のダーレスやラムレイの旧神よりもはるかに弱い。 ラブクラフトに浸水していた作家オーガスト・ダーレスは、死と仰ぐラブクラフトの作品を自ら出版社、アーカムハウスを創設して出版するなど、ラブクラフトの物語を世に広める最大の功労者と、言って良いが、同時に、悪なる旧支配者が存在する以上、それに対抗する、善なる存在も求めた。そして1932年にマーク、スコラーと共作した、 ダーレスの初期のクトゥルフシンは潜伏する者に太古の昔にベテルギウスからやってきたあるいはと呼ばれるラブクラフトの作品群には言及がない旧支配者に対抗する超越者を書き記したダーレスはその後の作品でも旧神と旧支配者の対立の設定に関わり書いている邪悪なる旧支配者は善なる旧神と地球の支配権をかけて戦いついには 敗れれそししてて地地球や宇宙の各地に封じられているとしたこの構図は、ラブクラフトの考える世界観とは違うが、単純で理解しやすいためかその後も踏襲する作家も多く、日本のクトゥルフ神話でも、栗本カオルの魔界水湖伝では、旧神は地球を守る先住者と呼ばれる者たちの祖先として位置づけられている。風見淳のクトゥルーオペラは超能力を持った。 少年少女が旧支配者と戦うという設定だが、少年たちに地球を守るべく超能力を与えた存在は、ベテルギウスの旧神であった。ただ、旧神を実際に登場させる作品は、存外に少なく、単に旧支配者を幽閉した存在として言及される、程度のことも多い。ありがとうございます。